表彰18分の1スケールダイジャストミニカー、トヨタランドクルーザー、60ホワイトです。こちらのモデルは、まず全長が約26センチで、幅が約10センチの、金属製のミニカーになります。そして、こちらの方、グリルのところには、ちょっとこういうトヨタの文字が入ってまして、ライトが丸めになってます。でこのバンパーのところに、ランドクルーザーっていうふうに書いた、ナンバープレートがついてます。そして次にこれが左側になります。非常にシンプルな、外見にはなってます。でホイールは艶消しのグレー でこういう泥除けがついてます。そしてこちらが後ろになります。後ろの方にもこう昔ながらの大きなバンパーが張り出してて、で、ナンバープレートのところにもこれがランドクルーザーと書かれていたりとか、あとメーカーのこのエンブレムとかがついてたりします。でこちらが、右側になります。で右側も先ほどと同じような感じですね。ここのロゴとかホイール、あとは泥除けなどがついています。でこちらが上ですね。で屋根です。そして、こちらの方はこういうふうにあの開閉機能がついてますので、まずこのボンネットが開きます。でボンネットのところはこういう支柱で、よいしょと、こうやって支えることができます。エンジンがこんな感じで非常に細かくパイピングもされて作られています。で、じゃあこれまず閉めちゃいます。でその次に、左右のドアですね。こちらの方が、まず前側開けます。次に後ろ側開けます。内装の方は、下がこう絨毯張りみたいな感じになってまして、シートはこの、カーキーみたいな色のシートになってます。室内は全、ブラウンで統一されています。そしてでこちら後ろの、そうですね、こちらはこういう、よいしょ、こういうふうに、観音開きでこういうふうに左右に開くようになっています。でこちらもこういうふうに、絨毯張りのようなふうな、内装になっています。で今度こちらですね、右側です。運転席側も、こちらがまず開きます。で後ろも開きます。で、内装は左から見たのと同じような感じなんですが、こちら運転席側になりますので、ダッシュボードやこうペダルとかハンドルとかがついています。でメーターなんかも細かくこう作り込んであります。こんな感じで開閉機能も充実してますので、非常にこう遊びがいもあるモデルです。以上です。